おい、カイバレ大根、なんなんだあの粉っぽい保存食と缶詰だけの飯は。学園の食堂の安っぽいステーキが三つ星レストランに思えるぜ。肉、はあ、今すぐ飯食って風呂に入って寝ちまいたい。おい、ラギ、なんか適当に作れ。とにかく肉だ、肉。何の用だ。ああ、俺の誕生日を祝いに来たのか。それじゃ、肉でも焼いてもらうとするか。寸分たがわず、俺の好みの焼き加減でな。俺を祝いたいんだろ。完璧にできるようになるまでやらせてやる。何枚食えるか楽しみだぜ。この特大の肉か。さっきジャックが持ってきたんだよ。あいつ、俺の好みを分かってるじゃねえか。トレイが祝いに起こしたミートパイは悪くなかったが、やっぱ肉は塊をロースとして食うのが一番だな。お祝いに肉ケーキを作るって寮生たちが厨房で騒いでやがったが、さてどんなもんが出てくるか。おすすめグルメ、そんなの肉に決まってるだろう。絶妙な火加減でローストした塊肉は特に絶品だぜ。